皆さんこんばんは、りさです。今日はですね、私の長年の悩みを解消してくれるアイテムを見つけたので、そちらを使っていこうと思います。それがね、ちょうど昨日うちに届いたんですよ。それがこちらです。じゃーん。マペペヘアブラシクリーナー。はい、こちらですよ。で、マペペといえばあれって思う人もいるかもしれないんですけど、結構前のお気に入りで紹介したマペペのヘアブラシなんですけど、これは本当に使いやすくて、私はお風呂から上がって乾かしながらカールさせる時に買って以来ずーっと使ってるものなんですけど、これね、見てわかりますか？このね、汚れですよ。髪の毛やばいでしょ？私長いからほんと数日捨てないだけでこうなっちゃうんですけど、髪の毛はね、こうやってこの隙間からこうやっていくと意外と簡単に取れるんですけど、この間に入ってる細かいホコリって気になるから、私も取ろうと思ってこうやってね、指を突っ込むと意外とここの毛がめちゃくちゃね、中の毛が硬くて痛くて、この指のこのね、隙間をチクチク攻撃するわけですよ。で、このね、髪の毛はいつも綺麗に取れるんだけど、ホコリは取れないなっていう風にいつも思ってたの。そうしたらね、すごいアイテムがあったの。マペペのブラシのブランドから出てるこのヘアブラシクリーナー。これはホコリを取れるってことなんですよ。素晴らしいと思って。今まで本当に指が痛くてホコリは諦めてきたけども、取れるというやつですね。で、使い方が書いてありますね。で、これはね、天然毛のやつなんだって。で、ブラシがあったら、こう間に入れて、こうやって、ブラシの毛の向きに沿って取っていくっていうことみたいです。で、ブラシを横向きにし、ヘアブラシクリーナーをブラシの毛の根元部分に入れます。ヘアブラシを傷めないように優しく入れます。ヘアブラシクリーナーをブラシの毛先に向けて溶かし、絡まった髪の毛、ホコリをかき出します。はい。ブラシ全体のある程度の髪の毛、ホコリがなくなるまで数回繰り返します。ということですね。素晴らしいです。じゃあ中開けてきますけれども、熊手のようなスタイルでございます。こんな感じでね。潮干狩りのような、なんか X メンに向いたよね、こういうの。ウルヴァリン、イェーイ、ウルヴァリンあの音が。はい。っていう感じで、先端は、まあ、鉄が密集してるって感じですよね。しかも割とこうコンパクトサイズです。ブラシと比べても。じゃあ早速このやつをやっていこうと思いますよ。で、ってことは、こう入れてこうかき出していくってことね。さあやってみよう。お、素晴らしい。まあ髪の毛はね、でも手でも取れるからね。あ、違う、ちゃんとせ、ちゃ、やば。え、ちゃんとホコリも取れてるんだけど。素晴らしい。髪の毛長すぎてもう大変なことになってるんだけど、ちょっと待って待って。優しくね。優しくだった。忘れてた、そこ。ちゃんと、ホコリが取れる。嬉しい。おー。ほら。ホコリめっちゃ取れてる。やるやん。やるやん。マペペやるやん。ちょっと、癖になりそう。はい。すごい、ちょっとホコリが舞ってますけども、結果どうなったのか。こちら！いやー、めっちゃ綺麗じゃないですか。5分ぐらい結構溜まってたので研いでみたんだけど、めっちゃ綺麗になってる。そう。しかも髪の毛がこうくるくるしてたりとかすると、しっかりこう入り込まないんだよね。下まで。だから綺麗にこうカーブしてカールできなくなるから、すごい、さらに使いやすくなりました。で、取れた髪の毛とホコリはこちら！すごい！こんなに、しかもこのホコリと、たまにしちゃうよ。ね。すごい量出ましたよ。こんなに詰まってたなんて。これで3日分ぐらいですよ。で、本当にすごいのはこういうホコリね。これがしっかり取れるところ。これはね、本当に、この毛は痛いからこうやってやるとめっちゃ大変なんだよ。こんなん途方もない時間かかるんだけど、これですごい簡単に取れた。まあまだ1回しかねやってないから評価するのは早いかもしれないんだけど、まあこれで研いでみて、すごいなんか毛があまりに変な方向行ったりとか、そういう感じはあまりなかった。しかもこっちも1回やって結構こうなんかこうなってるじゃない。こうなってるのが結構なんかいろんな方向向いちゃったり折れちゃったりするのかなと思ったんだけど、こっちの耐久性もある感じだったので、結構ね長いこと使えそうでした。絵だと本当はこういうくるってタイプじゃなくて、こうあってここに毛が生えてるタイプのヘアブラシに使う用なのかもだけど、ちゃんとこういうくるっとしたタイプでも使うことができるっていうことがね、今回証明できたので、こういうブラシ使っている方ってすごい多いと思うんですけど、ホコリね取れなくて悩んでたよという方って意外といるんじゃないかなと思うので、結構これ500円ぐらいだったと思うんだよね。安いけどめちゃくちゃ使えるので、今お手持ちのブラシ、マペペを使ってなくても天然毛のこういうブラシ使っててお掃除したいんだよねっていう人は、ぜひこれめっちゃいいので使ってみてください。はい、という動画でした。お気に入りがまたね、一つ増えました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。